マスターに感謝を。1番人気、9番、キタサンブラック。これ以上ない仕上がりですね。優勝の中での最強を決めるピスケス杯決勝。人気と実力を兼ね備えた、ここまで無敗三冠馬娘、7番ゴールドシップ。今日は3番人気です。2番人気を紹介しましょう。ここまで無敗三冠馬娘、オグリキャップ。さあ今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない。ここまで無敗三冠馬娘、キタサンブラック、1番人気です。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。キタサンブラックとミホノブルボン、この2人が競り合っているぞ。さあ激しい先行争いで前に出たのはミホノブルボン。激しい先頭争い、外から行くサイレンス鈴鹿、キタサンブラック、この位置につけています。内から内からオグリキャップ、そしてその後方には6番ゴールドシップ、1馬身差7番ゴールドシップ、そして外目をつきましてはナイスネイチャー、すぐに続いてタマモクロス、少し離れて成田大使、キタサンブラック、果たしてどうでしょうか。焦っているみたいですね。前との距離が気になるのでしょうか。第4コーナーカーブ、サイレンス鈴鹿快調に飛ばしていきます。先頭から後方まで縦長の展開だ。各自自分のペースを保っているようですね。順位を振り返っていきます。先頭サイレンス鈴鹿、レースはよどみなく進んでいます。先頭から大きく離されて2番手はキタサンブラック、さらにはミホノブルボン、1周目のスタンド前にかかっていく。4番手にはオグリキャップ、5番手に6番ゴールドシップ、1馬身差7番ゴールドシップ、外でタマモクロス、そして内目をつきましてはナイスネイチャー、1馬身差成田大使、サイレンス鈴鹿先頭を進みますが、これは正解でしょうか。サイレンス鈴鹿、彼女の客室には合っていますね。先頭は相変わらずサイレンス鈴鹿、続いてキタサンブラック、1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。サイレンス鈴鹿まだリードをキープしています。続きましたキタサンブラック、その後3、4馬身開いてミホノブルボン、およそ5馬身開いてオグリキャップ、6番ゴールドシップ、5番手その後ろから7番ゴールドシップ、2馬身3馬身開いてタマモクロス、ナイスネイチャー並んでくる、その後ろ成田大使、2周目の向こう上面に入って変わらず先頭を突き進みます。サイレンス鈴鹿依然先頭はサイレンス鈴鹿、およそ5馬身開いてキタサンブラック、さらにミホノブルボン、そしてその後ろから行くのはオグリキャップ、その後ろ6番ゴールドシップ、それを見るように7番ゴールドシップ、残り 1000m を通過、外を通りましてタマモクロス、少し後ろから成田大使、そしてその後ろから行くのはナイスネイチャー、意気揚々と先頭を行きます。キタサンブラック、どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが。第4コーナーを進んで直線へ向かう。馬娘たちがどう動くか目が離せません。この直線で勝負が決まるぞ。じりじり詰めるオグリキャップ、まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。さあこれから坂、二川の舞台はこれから坂がある。食い下がるオグリキャップ、キタサンブラック、速い速い、もはや独走状態。残り200、先頭はキタサンブラック、変わらない。キタサンブラックリードは4馬身、後ろを突き放してキタサンブラック、ゴールイン。圧巻の走りでレースを制した。勝ちましたキタサンブラック、並いる強豪を跳ねのけビスケス杯を制しました。2着オグリキャップ、3着に入ったのは7番ゴールドシップ。感謝を込めて歌います。
しよう。そのまま突き進め、涙こえて走り切った先に、あまねく勝利屈せない地雷、その中心に立ってる私、響かせよう。刻まれた名前。